はいひとつきまんさしみずです本日はですねまず皆さんにお伝えしたいことがあります、えー、国会議員にボーナスが支給されました19万円増えたんですすごいですねでその上でなんだか知らないけど、うん、裏金も作ってるらしいですねいやすごいなということでその問題について岸田さんはですねこう答えましたまあ、今やり玉に上がってるのが官房長官キックバック報道岸田首相国会などで答えたいとうんあ国会とかで答える答え,た答えたいんだよねうん答えたいと ねうん、ああいいう,うに言ってるらしいんでですよでも,も待つのは答えたくない待つのは政府の立場としては答えないとかっていうふうにこう言っててもうまあ要するにすっちゃかめっちゃかになっていて、うん、今、この問題ね12月8日の段階で取っているんですが朝日新聞の一面にも載ってですねいやもうこれ待つのもう辞任だなというぐらいの勢いに、えーうん、なっていますでそこで、えーね、あのジョインしたのがですね西村経済産業大臣でございます。 この人はですね、もうあんまりまだ追及されてないけど、今のうちに、いやあの自身の政治資金については、どこかの時点で説明責任を果たす必要がありますっていうふうに言ってるので、おっ、もしかして、言うゲロっちゃうのかいっていう、この状況、で、果たしてですね、一番ね、やばいのは誰だろうと、安倍派のこの事務総長に、 えー、経験者ということで、一番右から高木剛、えー、国会対策委員長、で次に西村さんで、えー、松野官房長官、一番左側が下村さんなんですよね。で、この4人がです、ねえー、事務総長になってると、何が追及問題なのかっていうと、まあ、そのお金の流れをです、ね、全部知ってるというふうにこう言われるわけなんですよ、まあ、それはそうですよ、経理責任者みたいなもんですから。うんで 今回の裏金というのは、えー、パーティーを開催した後に、例えば1000人のパーティーで、お前は、えーまあえー、例えば、君はこれ100人集めてきなさいというふうに言われて、1人2万円だとすると、200万円売り上げる必要があるわけなんですよね、政治家さんが。で、この政治家が200万円じゃなくて、300万円売り上げてきたら、よく売り上げてきたねと。じゃあ残りの差額の100万円はお前のポッケに入れていいよ。これが裏金。 なんですよでこれが今大問題になっていてなんか1人で9,000万円とかっていう人もいる裏金だけでだよいてで全体でもうなんか数億数十億という状況になってきていてもう東京地検特捜部もこれはもういくらなんでも逮捕だーということになっている状況の中でですね、えー、本日はまあ、もう岸田首相はさっさと辞任した方がもういいんじゃない っっていいうのもでですす。ね、本間さんにちょっとお聞きしたいです国会対策委員長がかあの逮捕されたとしましょう。で、辞めた。で、うん、西村さんも辞めた、経済産業大臣。うん、で、松野官房長官も辞めた。いや、官房長官と経済産業大臣辞めたら。で、えっ、ー、と、岸田さん自身は裏金問題の,あの説明責任から逃れ、かつ、統一教会に関しては、えー、幹部との写真が出ているにもかかわらず、 写真があっても私の認識は変わらない誰かわからんとかっていうふうにこう言い続けていやもうこれ内閣総辞職だよそうだねもう自分で辞めるか無理やりもう総辞職させられるかどっちかだよこれ、うん、っていうことで 2>, あの2つしかないわけで解散総選挙か、はい、内閣総辞,職し総辞職しかないか、ね、はいというわけでメディアの専門家の本間理由さんにですね本日も聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますよろししくお願いします一番怪しいの誰かな 今でもみんな怪しいわけですさ、等しくな。全員等しく怪しい。だってそうでしょ。あ,ば、うん、あの派閥ぐるみでやってるわけだから、うんうん、全員等しく怪しい。うんうん、で、うんあのーい、問題なのは、この人たち、まあ下村さんを抜いてこの3人は、まあ3人って言っても、2人は政府の中の要職にあって、うん、もう一人は、 自民党の要職にあるってうことだよねうん、うん、だからやっぱりすごくしこの人たちを辞めさせられる辞めるさせられるとか辞職するっていうのは、うんまあ、めちゃくちゃ衝撃的ですさ。そそうでしょう。それは絶対ありえない、うん、あっちゃいけないわけうん、うん、でで官房長官っていうのは <laughs> まあ今一日に2回記者会見午前と午後、うんうん、やっているので。うんうん 嫌、えー、がおうでも記者の前に見せないといけない、うん、あの係なんだよね。だから今最近のこの数日の記者会見はさ、うん、ずーっとこの問題をずーっと追及されてて <laughs>、ね、他の問題については全くもう何も進んでないみたいなねうん、うん、他にもやりたいこといっぱいあるわけだうん、うん、例えば岸田政権としては今さ一番アピールしたいのは、うん 子どもが3人以上いる家庭は大学し大学の無償化しますとかさいやーあれもしょっぽいねいやまあしょっぽいんだけど3人以上いる家庭なんか少ねえからまずそうそうめちゃくちゃ少ないわけでね、うん、めちゃくちゃ少ないから、うん、別にその予算もともとの予算が少なくて済むからやるっていう話で、うん、だけどさあの無償化っていうこの甘美なこの言葉をさ やっっぱどっかで使いたいいたじゃな彼らもあの本当はそれをもちろんだけどアピールしたいわけだが、うん、もうそんなもう記者なんかもうみんな今目が血走ってるからさ <laughs>、まあま、待つのも,もらったんかやめんかどっちなんだっ,どっちゃだーみたいいいな、うん、えな大学の無償化んかももどうでもいいから <laughs> え一応説明しておくと <laughs> 国民生活基礎調査でいる、えー、とですね18歳未満の児童がいる世帯数はたった991万世帯でございます。 少ないですね。で、さらにその中で、えー、児童が1人いる2人いるっていうのを合わせると、なんと約90%近くになります。じ <laughs> ゃ3人以上というのはですね、えー、90万世帯分ぐらいしかありません。うっていう,うあのしょぼさも相まってですね。 もう記者たちはもうどうも大学部長がうちは2人しかいないんだよとかっていうふり記者はぶち切れだからなあのえっ、ー、とまずお前やめとかっていうふうにう言ってっるそれしか聞いてないからね、うん、でしかもですよ本間さんなんとですね時事通信に言うとこの裏金の資金管理事務総長に報告という記事があって誰が言ったんだとなんと安倍派の会計責任者が知見の任意聴取にもうゲロってると。 うん。いや。だから、全員当然報告は受けていたと。はい、ここに全員っていうのは、はさっき写真写ってた人たちは。はい、全員。報告を受けてたあ間違えて一前後に出してた。<笑><笑>えっと、だぜ、えっ、ー、と、ここっちで、はい。<laughs> えー、あの、えー、本間さんが一前後に食いたいっていうふうに言って、カンしてくださった皆様、本当にありがとうございます。うん、はい、ちょっと間違えて一前がに出した。こ、この四人ね、この四人。はい。うん。うん、だから、もうこの四人は。事実関係を全部知っているんだ。うん,うん。うん。 っていうことがもう握られちゃってるんで、うん、まあちょっと厳しいよね,いねでその中で待つのが要するにまああえて位をつけるとすればさうん、うん、位ね位をつけるとすれば待つのは今一番高いところにいるわけでで、えっとまあ、要するに首相の <laughs> 補佐役、うん、内閣の広報官だからまあもう彼が一番山表に立っちゃってるわけよ、うん、今思、うん うん、だからもう,しょう立場的にしょうがないっていうところもあるんだけれどもうん、うん、ちょっともうこの1日2日と今日の予算委員会での答弁とか見ていてもちょっともう無理だなっていうねあの多分松野事態に松の事態には、うん、何の同情もないけれども。うんうん あんだけ毎日ずっと質問されるとさ、うん、なんかもうまぶたが重くなって上がんないんだよ目のまぶたがいやー、うん、じゃあちょっともう一回あのー、昨日も動画で映しましたがせっかくなのでもう一度ちょっとねあのー、倍速で見ますかはい、えー、倍速で、えー、ちょっとチェックしていきたいと思いますいきます松野官房長官は 政和政策研究会においては事実確認の上え適切に対応するものと認識しています派閥の政治資金を扱いについてはい刑事告発がなされそれに関連して捜査が行われているものと承知しており予渡点につきましては差し控えさせていただきますおかげでお考えでしょう鈴木緊張感を持って私に与えられた職責を果たしてまいりたいと考えております結局もう上を向かないのでもうもうやだっていう感じなんでしょうねだよね喋りたくないってもうなんていうのちゃんとした質疑応答になってないし、はい、あのやっぱちょ。 とこれは厳しいというかこのまま続けさせてもこの質問しか出ないからうん、うん、でさらにあのー、えっと13日で国会が終わるんでね、うん、でそしたらもう本人の取り調べはもう目に見えてるわけで現役の官房長官がさ検察から事情聴取を受けるっていうのはちょっと普通ないから、うん、<laughs> いやそんなん聞いたことない <laughs> ある ないよ。ないよね。私物心ついてるそういうことあったっけな。ないと思う。少なくとも一月間さ再開してからはないですよ。だって菅官房長官がいきなり東京地検に呼ばれるみたいな感じでしょ。うん。<laughs> それはないだろう。まないでしょ。それは東京オリンピックの疑惑に関してさ、うん、森喜朗が。 東京地検に3回呼ばれたっっていううのととはちょっとわわけけが違うわけだうん、うん、森喜朗はだって森喜朗ねうん、うん、元首相はさもはや政治家ですらないんだからうん、うん、ああいうじいさんが呼ばれるのは別にどうでもいいけどさすがに官房長官がさ東京地検に「どうもこんにちは松野です」っていうのはちょっといくらなんでもまずいだろうっていうねだからこれは松野は俺はもうちょっと週末で。 辞任の方向かなっていう気がするよんまあこれで続けられるとするとうん,うーんまあでも続けられないんじゃないかなやっぱこれちょっと下手まあ在宅起訴は最低いくんじゃないこれ、うん、そうねうんで下手したら逮捕っていう線もあるわけで、うん、あちょっと今週まず松野の首が飛んで、うん これ大変だよね。だってさ、うん、通常の、今までの岸田さんの、あの、あれって、そのほら、政務三役の決め方とかってさ、うんうん、当たり前だけど、安倍派をまず重用するわけじゃん。うん、あの、やっぱり一番でかい派閥。でかい派閥だからね。でも、松の木ってもう一回また安倍派からいやー。ってわけにいかないよね、これね。うん だって安倍派の重鎮他の連中もみんな怪しいわけだからさまたお前あの官房長官に安倍派から使ったやつがまたすぐ首切られるみたいになったらう,ん、こう本当にちょっと目も当てられないから、うん、そらそうだもうそうすると安倍派以外でもでもこのパーケン問題にクリーンな人間おるんあっ<や>桜田義孝さんとか。<や> うんノルマきついんでもうかえ派閥やめますみたいな、うん、彼つまりそういうことよ、うん、要するに中枢とは関係ない無能な人間しか残ってないから、うん、それを官房長官にするとまたそれはそれで別の問題が発生するんだで <laughs> そうね「USBUSB USB って何ですか? <laughs> うん」って 桜さん、2年前にあの USB であの何のことか分かんなかったと思うんですけど、<laughs> 今知ってますか？あ <laughs> 何ですかそれ <laughs>？官房長官ダメだね、桜田さんダメだわ。ダメでしょ。うん、いやだけど桜田急しかもういない。桜田球 <laughs> <laughs> <laughs>。えでもそういうことなんだよ。まあそうね。 つまり目端の利く奴らはみんなこれやってるはずなんだ。特に安倍派は。みんなやってるはずで,で。ちょっとぼんやりした。まあ、桜田さんは二階派だけどね。二、うん、階派だけど。まあ、他の方も一緒だよ。うん、で、ちょっとぼんやりしてたああ、パーキング売るのつらいっていうような <laughs> 人たちは、もともと官房長官とかには絶対向かない人たちだから、でもそういう人を持ってこざるを得なくなる可能性があるわけだ。 まあそれかもう内閣総辞職してまあそうだなもうきれいさっぱりするかい、うん、まあでもさこれ内閣総辞職して、うん、また次自民党がもちろんやるわけだけどうん、うん、やるって組閣するわけだけどうん、うん、これはこれでまた大変だよね、うん、まあそりゃそうやあ、ね、っ <laughs> パーケーン問題とかと全く縁のない連中で内閣作るとなると桜田さん入閣させなきゃいけないから厳しい 厳しいでしょちょっとそ、うん、れは厳しいちょっといくらなんでも難しいねじゃああれ海外でっていうと <laughs> 無幅にさだからほら石破さんがさ今さ気入ってるじゃないまあ多分ずーっとほら干されてきたから石破茂さんねあだからおそらくパーケー問題とかでもほぼ無傷なんじゃないと思うけどさだからといって、うん ね、まあまあわかんないけど彼が例えば首相になったとするじゃん。うん、だとしてもほんと要職に配置する人間、うん、石破派なんてだってもう何もう石破派ってもうないもんだってあの今ないんだよね、うん、もうねグループになっちゃったでしょうん、うん、でそうしたらさじゃあ石破さんを首相にしたとしてもそれを支える人たちは誰なのかって言った時にさ。うん やっぱり安倍計らだって誰か引っ張らなきゃいけないわけじゃない？大丈夫ですよ官房長官役に無派閥の一人いますだねほらうっすらと名前が浮かんできましたうっすらと官房長官というのは官房を長官するものなんですうん <laughs> 小泉進次郎さんですどうでしょうかうん。まあ <laughs> どうでしょうかいよいよ人材も不平したかっていう感じが彼がね うん、内閣とかに入ってくるといよいよ自民党も人材がいないんだなっていう感じがこう <laughs> 証明される感じがするよ。うんじゃああと麻生派だけどこの人 <laughs> 河野さん河野さんなんかさあの岸田内閣に残っちゃったおかげでマイナンバーを使用されてそう大問,題ですよ <laughs> 大問題になって傷ついちゃったじゃない、うんうん 彼なんかだから岸田大学残らなきゃよかったのにね考えてみるとさそうねマイナンバーなんてなんか彼がやればやるほどさ評判が悪くなってって、うん、結局だからあれだったじゃないあのー、2年前岸田と総裁争った時は割とさいい、うん、線いきそうな感じがあったけど、うん、今もうちょだいぶ国民の評価は悪くなっちゃって渦、ね、中の栗を拾わされたせいでねうん 他にいないのあの、桜田しかいないのえ、あとは、えー、石破派グループで、平正明さん。ああ<ー>。どうですかあ平さんね。うん、デジタル関係一応つ、詳しいですよ。うん。この人。電通に最も近い男。はい、そうです。<laughs> そっちの方から火吹きそうな、<laughs> なんかありそうっっいや、ていうかもう、平正明とか知らないでしょ、みんな。 平はさっきはデッツに近いけどいやでもこの人結構デジタル通でデジタル関係の仮想通貨関係とかでいろいろこう言っててとかって言ってもはあまあ知らないよね <laughs> うーんちょっと無理かないやーやっぱちょっとあいるわ<ん>あれほらえー、っとほらだだ聖人じゃなくてえっと あれもどっか帰っちゃうからなぁ。いやもうそれやめましょうよ外見いじるのは。じゃあな名前なんだっけえいや織田聖人って言われても私何のことだか全くわからない。誰のことを言ってるんですかえっとなんだっ,けってつく、えー、人はあの何人かいますけどちょっと最近まであの安倍派にいてで、えー、安倍派に戻りたいよって言ったけど何でお前いいだっていうふうに言われて干されている人だったら高市さんのやさんという方がいますよ。ああそうだ高市。 高市高市がなんかほら、うん、このみんな騒然としてる中で勉強会とか開いてる、うん、<laughs> 高市肌とか言われてるじゃないそういう、うん、高市ってどうなんだろうねこのパーケンはあんまり関係ないのかないやでもやってそうな気がするまあそれはやってるよな、うん、ゼロってことはないよなまあちゅうわけで、えー、内閣総辞職者も一体誰が、うん まあ仕事できそうなイメージで言うと山田太郎さんとか言いますけど最近あの文部科学政務官不倫問題でやめたばっかりなんで<ー>厳しいだろうね。うん、野田聖子,、ね、子とかも今日の動画はさもうこれ全部名前みんな分かったら誠実ですよもう立派な <laughs> 立派な誠実ですそれは。えー、なので。 本物のオムオ再生回数のためにもですねそんな政治政治オタクの話でもしょうがないんでなんでお前裏金も作ってボーナスも増えてるのかふざけてんじゃねえこの野郎実質賃金も下がってんだよあと GDP 下方修正されましたねえ7月9月も2.9%減さらに下がるのっていうさ、うん、もうだからこんなことやってる場合じゃないんだよっていう話なんだけどいや本当はね本当はね、うん、なんだがまあ結局ね まあ今までも何回も言ったけどやっぱり安倍がとにかく安倍の政権が長すぎちゃって、うん、もう安倍派がおごりにおごりまくってさ、うん、パーケン売りに売りまくったわけだよつまり。でその中で金のもうあの金勘定なんかもうそるの面倒くせえと。うん あんなの政治資金あの収支報告書なんか載っけるのはめんどくさいうん、うん、全部もらえるものはポッケットの中にもらっちまえっていうさうん、うん、まああのー、なんていうのかなそのその言い訳いわゆるパーンをどうしても配る、うん、あのー、配らなければならなかった言い訳としては、うん、自民党の議員なんかからは、うん、いやそれはもう秘書の人件費に使ったんだとかさ、うん いろいろそういう言い方もあるんだよね。うんうん、それはないとは言わないが、うん、でもさ、あの一応法律というものがあって、うん、であの政治家、政治団体っていうのは収支報告をきちんとしなさいっていう法律があるわけで、それを全て真っ向から無視していったんではさ、うん、それは行政府として成り立たないでしょう。 だからそこは、で、しかも政権途中数の安倍派が今回、まあその中心にいるっていうことで、うん、これはもうしょうがないよね。逮捕されてもしょうがないし、逮捕されたってどうせさ、あれだろう、うあの実刑なんかもう多分あんま食らわないんだからさ。うん、まあ, s、nice. <S あのね 川合君みたいにちゃんと2年を勤めして出てくる人もいるからねでもだから分かんないって覚えてますか広島の地獄事件で河合克行元法務大臣あの逮捕されて一月満万殺再開してからすぐ逮捕されてでそしてこの前、えー、勤務態度がいいということで,前じゃないでか勤務態度というかあの就労中就監中の態度がいいということでこの前出てきたんですよ河合克行さん。1年もまかってんだすげえな、うん でもう知らんからほとんどの人、ああうん、もう忘れてるよ、カワイカツとかね<え><う>奥さんがね、奥さんも悲惨だったからね、カワイアンリーね、もうもっと知らないよ、カワイアンリーとか、あ知らない知らない知らない、知らない,知らないああまあそれぐらいのやっぱりさ、刑になる時もあるけどね、いやあの一応あの話が出てきたんで、中国新聞によるとですよ、ね。 仮釈放で出てきたんですよ、河合さんが。で、ちゃんと、あのあ,あ、仮仮釈放の時あ、これな、仮釈放で出てきて、ちゃんと奥さん迎えに来てくれたんだよ、アンディさんが。ええ、分かれないんだね。ね<え>すごいな。ちょっと羨ましいじゃないか。<laughs> <ん>ちょっと羨ましいじゃないかって感じだけど。ねえ、キ川まで、栃木のね、はい、広島から、わざわざ、ね、広島から、うん、おいでになって、 まあでもいいじゃん出てこれも一12年くらいお勤め行ってこいよって感じですよ。河合さんにもね広島まで帰る電車賃は出るんですよなんとあた暖かい、ね、国っていうのはあなんと、うん、栃木から出てほっぽり出されるんじゃなくって我々の税金からちゃんと故郷まで帰りやと、うん、えちなみにそれは新幹線代が出るんですか 出ますよ。おお、グリーン車ですか、あのー。飛行機代は出ないけどね。ねグリーン車は。あ、それは出ない。出ないか。自由席ですか。自由席。ああ、なるほど。指定券を自分で買えつつるな。つなるほど。五百円か千円自分でオンしろと。うん。あの時給十円か二十円で勤務したね。あのー、作業コーチ持つされるでしょうから、刑務所内で。うん。それも同人はされるの。渡される。ええー、現金なんだ。 まあ多分2年働いて時給が5円今7円ぐらいになったのかな時給、うん、時給だよ分給じゃないから、うん、時給7円ぐらいだから、うん、まあ1か月働いても1万円ぐらい、うん、1>, 1万4円5 0 0円ぐらいになるかな、うん、か多分3万円ぐらいじゃないかな2年いて<ー>、うん、年収1万5000円つい、うん、にシャバリン出てきた うんまあ松野さんとか西村さんとか高木さんでもこれをやればちょっとなんかもう逆に愛いさんもう一回出馬してほしいですねここまで来たらもう <laughs> いろいろ経験されて <laughs> 彼がさやっぱり話さなきゃいけないのはそのあの例の配りまくった1億っていう金がどっから出てんのかっつ話よ、ね、う話、ん、で、うん、それを全部ゲロった上でもう一度僕にチャンスをたってくださいっていうふうに言うのもいいけど。 なんか久しぶりに出てきたら裏側の問題で揉めてんのちびっとって <laughs> やってたな確かにっていう多分そういう感じだまあ見ろって思ってんじゃない、まあ、プラスえっ阿部さんなくなったのっていうのが多分衝撃的だああそうだなだって川合克行さんがとっ捕まってる最中にうんあの打たれてますからそうだね多分びっくりしてると思うまあねだからこれちょっと まあ内閣総辞職でいいじゃんでも自民党としては岸田が内閣が総辞職し,したとしても後を告げるやつがいないっていう問題でもう岸田はもうひたすらただレ夢ムレムダックダック状態で。霊夢ダックダック状態。 ずーっと来年の秋までやるっていうさ、の、うん、サンドバックのようになっても、たと、うん、え森キロのあのえっと政府支持率何パーセントだっけ、七パーセントだっけ、うん、を下回ったとしてもやり続けるっていうさ、うんうん、まあそういう可能性はも,もちろんゼロじゃない。だから本間さんあの最近のナウナイアンク多分レームダック知らないと思いますよ。本当ね。あのレームダックっていうのはあの役立たず。 といいういうううそそ政政治治家を指すす用語でございますそれがレムダック。元の意味は何かね足の不自由な鳥アヒルとかなんか、うん、そういうあの意味としてねダックなんで言われたらしいんですけどまあちゅうわけで、えー、まあでもそれもありですよねもうずっとサンドバッグ岸田で皆様お楽しみくださいとでも官房長官も松野のまんまで。 お答えは優しいからお答えは優しいかのもうそのうち泣いちゃうみたいだもん <laughs> とうそういう感じそういう感じ今いないもんだって本当にそうねでしかもこの裏金問題裏金問題が完全に解決しない解決っていうか、うん、要するに逮捕されるやつが逮捕され終わるまで危険だよね、うん、これねじゃ、うん、松野の首切って次に据えたやつもまたパーケンで いいうのななるるすさ危険すぎるじゃないやっぱりこれまあそれでも待つのはきついと思うけどなやっぱな、まあ、ちょっとだって国会が進まねえもんだってこれ本当にずっと裏金裏わ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 っていうふうに言われてうんでしかも会計責任者は東京地検特捜部にもうゲロってるし <laughs> <laughs> 事務総長に報告しましたそつったらもう あの4人あかんやん西村ん松野高木下村全員ねいっぺんにと捕まって実験になってさ全員でまあそれでもね社会復帰の可能性高いあのスーパー A 級に分類されてキズレが社会復帰促進しただからさ仲よく行きゃいいじゃねえか <laughs> えっと東京講師より捕まって 尋問ちゃんとまあ多分検察が来てくれるでしょうもうビッグネームだから、ね、そうそうねっ、ね、それでなんかあの差し入れのカニ缶でも食ってうんねあのー、まあ12年で出てこれるだろう年 2>, 2年飯入ってデトックスしてさデトックスデトックス酒酒も酒もタバコも、うん、女も金もデトックスして、うん、で出てくりゃいいじゃんいや河合克行さんの奥さんは迎えて来てくれたけど どうだろうねこの4名は奥様は見捨てないでいてくれるかしら <laughs> まあ見捨てないんじゃないのいやでもまあ4人全員逮捕されたりした日にはもう内閣総辞職で済むのかなレベルの話や気がするけどまあなまあ内閣総辞職じゃなくて本当は。 解総選挙だろうになってしまうんじゃないかしらと思いますけどね。まあ、とはいえ維新も今、万博問題で火を吹いているしもう立憲民主党、今一いち勢いないけど、まあそこか。うんまあ、ていうかあの皆さん、あのあんまりご存じじゃないと思いますが、これ、もともと赤旗、共産党の赤旗からスタートしてる。 あの赤旗の報道からスタートした神戸大学のえ神戸学院大学の神明教授が調べて刑事告発をしたっていう流れなんでもしこれで内閣総辞職なんかになった日にはですね赤旗が政権を倒したというんです、ね、<laughs> なえちょこれ日本なのここみたいなの <laughs> それぐらいの陳事ですよこれは、まあ、なかなかそれはそれでねあのすごいかなというふうに思います。 ちゅ、まあ、うわけで、えー、本日はですねこの事務総長ね、あの経験者の4人、うん、最後にもう一回、写真出しますけど、あ間違えてまたカニ出した、えー、以前がねです、これは、暖、え、房、ー、が現れた、あのー、このね、高木西村で、そして松野下村、このあたりがもう本当にやばいと、うんで、そうすると岸田も当然やばいと、でそして最後に重要なことなので、もう一度伝えておきますけど、本日、国会議員にボーナスが支給されました。羨ましいですね しいねうらやましいですねああいいなあえー、なんだってえー、っと岸田総理は万円もらったそうですよもうね今国会やってるけど、うん、頭の中「あー早く帰りて!あー」「あ早く帰って早く帰って」うーんっていうかどっか飲みに来てってずっと思ってるもうどうでもいいとはあもう今ずっとね耐えようあとあと3時間 <laughs> あと2時間あと1時間でもう今ずっと耐えてるやべっちまいギー <laughs> <laughs> え議員をというわけでですねあとあのカニの写真がなんで用意されてるかというと越前狩りにね本間さんが年末食いたいということで越前狩りにカンパをよろしくお願いしますと言ったらですねなんと集まりましてありがとうございますありがとうございます本当に。にそしてその集まるスピードを見ていたら 清水さんも食べたくなっちゃって、私、前から一度も食ったことないんですよ。よろしければ、私にも三菱吉吉吉吉駅吉して4、5、6、9、5、5、6に乾杯いただけると。あの、本間さんのやつ集めるときはね、僕はいらない本間さんにカニをあげたいんだって言ってましたけど、なんか、私も食べたくなりました。もうちろ正直に言います。あと僕、<laughs> 今月誕生日だっです。<laughs> どうかよろしくお願いします。 いやー本間さんさついに私もですねあーのー50代が見えてくる四者五入すると50代になる年です四捨五入なのはまだまだだなええー、だからえっと45か、うん、<ん>いやこの前ね知り合った行きつけのあの喫茶店の人になんか「渋谷さんってえっ、ー、となんかよ話の中でなんか30代なのにすごいいろいろ物知りですね」って言われたんですようん、うんうん ね、なんか50代60代の人と喋ってるみたいな感じのこと言われたんですよ。えち俺45だよって、うん、こう言ったらびっくりされたんですよ。でもね10歳ぐらい若く見られたことが嬉しいと私感じたんですけどもうその時点でおっさんやなって思いましたね。だって若く見られて嬉しいって若い頃思わないじゃないですか <laughs> つまりおっさんになったなとそんなおっさん清水これからもですねポンコツ中年ながら頑張っていきたいと思いますのでできればカニカンパ欲しいな。 カニ俺も食いたくなってきちゃった <laughs>。というわけで。カニにはね、ボーモアのね、27年が合うんだよね。いや、ボーモアはもう2、3本くらいカンパでもらってますからこん、今年はカニだけでやめときましょうよ。あまりにももうカニカンパに2日で集まったんだったら、次は竹がいいなって。ちょっと感じ悪すぎるでしょ、それは。ちょっとそれは、死んであけましょう、おめでとうまで待ってくださいよ、それは。 そうだね。はいええー、というわけでカンパのやり方 YouTube 説明欄に書いてあります三菱 UFCA 銀行エクション四五六九五五六に振り込んでいただけると嬉しいなと思います投げて今日も読書じゃあねどうもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間隆さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で本も広告がががされまませせんん皆様のがないいとと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。